不思議な猫から借りた特別な武器はスノーの手によく馴染んだ。これなら戦える。スノーは猫と共に城を目指す。城が近づくほど串刺し死体が増え、死体のそばで泣いている人たちも増えていく。どうしてママが。あんな些細な罪一つで死刑だなんてひどすぎる。誰もが口々に女王の恐ろしさを語る中、スノーは足を速めた。こんなのは許されない。早く止めなければ。許されない。こんな暴挙は。多分精霊の影響だと思う。みんな力に溺れておかしくなるんだ。多分この世界の女王様も、それに僕の世界も。城が見えてきた。敗者には敬意と弔いを。